生活の身近な製品である食品ののど越し、化粧品の塗り心地を代表として、また工業製品においては樹脂の溶融時、硬化時の挙動は様々で、各社製品の差別化のポイントになっています。そんな製品の特性を数値化し、開発や品質管理のために活用もするものとして、レオメーターは必須のものになっています。しかし、これまでのレオメーターは塗りやすい、溶けた、固まったなどの物性面を追うことができましたが、その分子レベルの化学的な変化は追うことができませんでした。そこで弊社は新たにレオメーターへラマン分光装置を直接ハイフネーションし、物性面と化学面の変化を同時追跡できる、かつてない分析複合分析ユニットを開発いたしました。それがハーケマーズレオラマンです。物性面の挙動変化を引き起こす分子変化に関する情報がリアルタイムで取得することが可能になり、これまで別々の測定で得ていたレオメーターとラマン分光によるデータが一度に取得できるため、測定時間の短縮にも有効です。また同一条件下で、かつ同じサンプルの物性特性と分子変化の相関を得ることが可能になったことにより、各サンプルの溶けた、固まったなどの相転移、結晶化の時に何が起こっているのかを丸裸にすることができ、物性測定のもう一歩踏み込んだデータ解析を可能にします。これまで推測の域を出なかったものも、ハーケマーズレオラマンを使用すれば実証することが可能です。